視聴者の方々が愛用していることを全力で紹介していくぞー。以前にこちらの動画で、個人的に気になっている秋冬用のコートを特集したんだけど、コメント欄にてみんなが愛用しているコートを募集させてもらったよ。今日はその中から、いくつか、ピックアップして紹介していくつもりだ。コート特集は第3弾も予定しているから、本動画のコメント欄でもバシバシコメントを書いてもらえたら嬉しいよ。では早速本編に参りましょう。それじゃあゆっくりしていってね。ポケモンカードのアプリ始めたから、誰かフレンドになってほしいんだぜ。掲示板じゃねえんだぞここは。さて、まず紹介するのは人気ドメブラのザリラックスのコートだ。ザリラックスについてはこちらの動画で紹介したけど、シルエットが非常に綺麗なブランドなんだよ。コメントいただいたコートを紹介するね。まずはバルカラーコートだね。バルカラーコートは、襟腰の後方が高く、前方に向かって低い状態で折り返る襟が特徴のコートだ。いわゆるステンカラーコートと同じ類のコートだね。大胆なオーバーシルエットだけど、ザリラックスの計算し尽くされた美しいシルエットで野暮ったさを全く感じられないのが最高なんだぜ。生地の落ち感や、滑らかな肌触り、上質な素材感は、実際に袖を通したことがある人ならわかると思うけど、本当にトップクラスだと感じるんだぜ。余談だけど、ステンカラーコートっては西英語だから海外では全く通じないんだぜ。これは同じくザリラックスのフィッシングコートだ。カジュアルから綺麗めまで幅広いスタイリングにマッチしてくれそうだね。大きめのポケットや、銀色のボタンが印象的だね。緩やかな A ラインシルエットと、前後差をつけた裾回りによってシルエットがより立体的に見えるんだぜ。太めのパンツに合わせて、モードなスタイリングを組みたくなる一着なんだぜ。個人的には、ブリティッシュメルトン素材を使用したルーズチェスターコートも気になっているよ。フロントの重なりを深めにしているから、よりクラシックで重厚感のある仕上がりになっているね。40年代の英国のダックルコートをベースに、ザリラックスらしくモダンに再解釈したこれも最高なんだぜ。ザリラックスのコートは全体的に、ドロップショルダー設計でゆとりのある、リラックスシルエット、そしてロング丈が多いから、若干の難易度の高さは感じるんだけど、実際に着てみたらいいやんってなることが多いんだよな。チャレンジしがいがあると思うんだぜ。お次は、こちらのコメントから、バーバリーのトレンチコートだ。バーバリーのトレンチといえば、100年以上もの間、世界中で愛されてきた、紳士の象徴的な究極のアイテムだと言えるね。王者的な風格すらある、永遠の定番だと思うんだぜ。ディテールやシルエット、仕様などを常にアップデートしつつ、基本のデザインを保っているんだよな。デザイナーごとに微妙にデザインが、変わるのもこれまた面白いと思うんだぜ。バーバリーのトレンチコートは、10代後半に中古のモデルを購入して、スーツやニット、休日のスウェットなど、すべての服に合わせていたんだよな。バーバリーのトレンチコートを語るだけで1本の動画になってしまいそうだから、視聴者様が購入したものを紹介するぞ。さすがはバーバリーだねー。非常に高価格帯のコートですわ。撥水性のあるコットンデバジンを使用したイングランド製の一着なんだぜ。内側には、1920年代から同ブランドのライニングに使用しているバーバリーチェックコットンを採用しているんだぜ。着脱時にさりげなく見えるこのチェック柄がほんと最高なんですよね。バーバリーの創業者はトーマス・バーバリーと言うんだけど、この方が、トレンチコートの前身であるコート、第6件を1912年に特許取得したんだ。それが、100年以上経った現在にも受け継がれているわけだね。第6件コートといえば、以前にも紹介した小森の名作コートでもあるよ。なるほどなんだぜ。トレンチコートの起源は第一次世界大戦のイギリス軍だと、このミリタリー解説で言ってた気がするんだぜ。イギリスのバーバリーとアクアスキュータムの2社の製品が、トレンチコートの元祖になっているという説が有力らしいな。軍服として開発された服が、世界トップメゾンで当然のように受け入れられているのも、よくよく考えたら面白いんだぜ。話が逸れちゃったから次に進もうか。プリウスの縮重加工を施したダブルコートは、大敗的な雰囲気がかなり出てくれるし自分も大好きなんだよな。それこそ20年前のものも出回っているけど、そもそも縮重加工は、生地を加工して縮こませ風合いを変えるものだから、逆に使用感が目立たないというメリットもあるんだよね。アンティーク調の服が好きな人にもおすすめだ。コムデ・ギャルソン・オムのバルカラーコートを買ったというコメントもいただいたんだぜ。先月、2024年10月に発売されたウール縮重のコートかな？自分も密かに狙っていたんだぜ。ジャケットも同時期に展開されたようだね。一度ウェアとして完成させ、表面のウール素材に熱を加えてファブリックを収縮し、柔らかな風合いと厚みのあるシワ感を生んでいるのさ。さて、お次はルメールのラップコートだ。クリストフ・ルメールによるフランス発のブランドで、日本ではユニクロとコラボしたこともあるから、聞いたことがある人も意外といるんじゃないかな？ラップコートといえば、ルメールの定番でもあるんだぜ。バスローブのようなフィット感で、ボタン一つで開閉する高めの襟と、丸みのあるドロップショルダーのシルエットが特徴なんだぜ。
体全体を覆い隠すほどの特大なウールファブリックを、ラップコートという名前の通り、体に沿い巻かれるように設計したコートなんだ。オーバーサイズながらもラグジュアリーな印象があるね。肉厚で膨らみのある上質なウールを採用しているから、体をラップのごとく覆う極大なシルエットにより、真冬での防寒性に関しても申し分なさそうなんだぜ。高いけど欲しいんだぜ。次に紹介するのは、TT のチンストラップコートだ。1910年代のバルマ観光等をベースに作られていて、雨風の侵入を防ぐために首元を留めるチンストラップと、深めのセミダブルの、打ち合わせが特徴の一着だね。過去の遺物を蘇らせることで、未来の考古物を発掘するというコンセプトのブランドなだけあり、一昔前の時代の雰囲気を感じながらも、目新しさも兼ね備えた服が多いんだよ。大型高橋が TT として再始動したんだったな。昔からずっと追っていて大好きなブランドなんだぜ。歴史ある料亭やお茶屋が軒を連ねる京都、祇園に佇むお店にも以前訪問したんだよな。1940年代のアメリカ製のワークコートと1940年代のイギリス製のワークコートをミックスした、ニュースタイルのこのコートも活かしてるね。糸には様々な色がブレンドされていて深みのある色合いに仕上がっているよ。ウール 55%、リネン 45% のコンボを生地で仕立てていて、素材を最大限に活かすよう軽量にもなっているのが魅力なんだぜ。それこそ、少し肌寒い10度から15度くらいの今にぴったりだな。次に紹介するのは、フィデリティという、アメリカマサチューセッツ州ボストンで1941年に創業した、老舗アウターウェアメーカーのロングピーコートだ。なんだとコラボしたりもしてるブランドだね。米国において現存する数少ないアウターウェア専門の工場で、メイドイン USA にこだわって生産していて、過去にはアメリカ海軍にも納品していた経歴があるとビームススタッフのブログに記載があったんだぜ。オーセンティックなデザインのコートも探していたから、欲しくなっちゃうんだぜ。アメリカ製だからか、重厚感があるように感じるぜ。筋骨悠々になって、男らしく着こなすのが夢なんだぜ。お次は、アワーレガシーのホエールコートだ。ダブルブレストで、リラックスしたテイラードフィットが特徴のコートだね。この価格をお手頃に感じる世界線で生まれたかったと心から思います。ラグジュアリーブランドと比較したら、お手頃なんだぜ。リラックスフィットではあるけど、かっちりとした印象もあるんだぜ。こういうシルエットがしっかり出るコートもいいね。次に紹介するのは、トゥモローランド系列のブランドであるケバンのウールゲバジンスタンドカラーコートだ。ウール 100% でありながらもケバが少ないクリアな見え方と、ドライな風合いが特徴のコートだね。裏地はやや肉のあるコットンを使用していて、エレガントな落ち感のある佇まいに仕上がっているよ。袖幅も結構あるから、普通のコートと違うモードな雰囲気もあるな。ケバンといえば、同型で豊富なカラーを展開しているのも魅力なんだよな。このコートの場合は、なんと8色も出しているんだぜ。襟を立たせるコートは持っていないから、ありだな。お次は、オーラリーのダブルコートだ。オーラリーのコートは個人的に、ステンカラーコートやトレンチコートを愛用しているんだけど、確かにビッグメゾンに負けないクオリティだと感じるね。こちらは今年の10月より順次発売しているオーラリーのクラシカルなダブルブレストチェスターコートだ。定番素材でもあるモッサー加工を施したウールを使って仕立てたエレガントな一着だね。縮重をかけて起毛させ、毛羽を刈り揃えることで、厚みのある温かな風合いに仕上げているんだぜ。14万円と高いことは間違いないんだけど、ラグジュアリーと比べたらこの品質でその値段なら、長続きもするし買っちゃおうってなっちゃうんだよな。濃淡の異なるウール糸を用いることで、奥行きのある色味を表現したトレンチコートもいい雰囲気が出ているんだぜ。トレンチコート欲しくなってきたな。コートではないんだけど、ペールトーンで優しい色合いのダウンアウターも気になっちゃうね。この右の、細手のウールとベビーアルパカの糸を使って織り上げたダウンブルゾンなんて最高やな。次は、MM6 メゾンマルジェラのシングルコートだ。23年プレフォールコレクションをチェックしたけど、まっすぐ下に落ちたかっちりとしたコートで、シルエットが大きすぎずで好きだな。もう少し軽めの生地感の、こちらのコートも気になったんだぜ。胸元が開いているニットってセクシーな印象があったが、こんなにもかっこよく着こなせるもんなんだな。勉強になるんだぜ。お次は、ナイスネスのピーコートだ。2018年春夏、デザイナーの郷雄一氏によりスタートしたこだわりの素材を使用した装いを提案しているブランドだね。クロート好みのブランドとも称されることがあるよ。このピーコートは、様々な国のピーコートの歴史を紐解き、それぞれの要素を厳選して現代的に再構築した一着だね。仕立てはレザー職人に依頼し、随所に見られるレザーを配したディテールがアクセントになっているね。細部に至るまで、こだわり抜かれている趣向の一着だと写真を見るだけでわかるんだぜ。価格は高めだけど、ナイスネスはかなり気に入ってるんだよな。アウターも実は持っているんだぜ。20世紀初頭のイギリス海軍で広く採用されたウールコートから着想を得たこのダックルコートも、雰囲気ありまくりだよな。フランスのハース社の通称ブラックダイヤと呼ばれるアルザスレザートグルもいい味出してるね。次に紹介するのは、グラフペーパーの張り感のあるこちらのコートだ。頂上面で織り上げた平織り生地に、シリコンを原料にした特殊樹脂を含芯することで、生地に反発感と張り感を持たせているんだよ。
綿 100% と思えないシルクのような質感が特徴なんだね。生地をたっぷりと使用したオーバーサイズシルエットは、まだまだトレンドだと思うんだぜ。厚手じゃないから今の季節に良さそうだね。さて、次は JW アンダーソンのラックコートだ。アシンメトリーなオーバーサイズの襟によりただならぬオーラを演出することが可能だ。コメントの通り、ドエロい雰囲気があって素敵だね。公式写真だと、コートを際立たせるためにボトムスを履いていないが、黒パンツにこのコートを合わせてたら、モードとエレガントさを両立した至高のスタイリングに仕上がりそうなんだぜ。ちなみにだけど、JW アンダーソンを設立した1984年生まれのジョナサン・アンダーソンは、29歳という若さで世界的に有名なブランド、ロエベのデザイナーに就任している方なんだよ。ユニクロとのコラボで知った人も多いと思うんだぜ。ラグジュアリーブランドだとやはり価格が跳ね上がるんだぜ。ただ、めちゃめちゃかっこいいな。ラグジュアリーのコートは、さすがに、手が出せなさすぎるがゆえ、あまりチェックしていないんだけど、こうやって見てみたら相当仕立てにこだわった一級品が多く揃っているんだぜ。いつかは動画で取り上げてみたいもんだぜ。さて、今日は視聴者の皆様が愛用しているコートを中心に紹介させてもらったよ。投稿主の編集負担的にこの動画の長さになってしまったが、まだ半分もコメントをピックアップできていないから、第3弾、第4弾などでも取り上げていきたいなと思っているぞ。5万円前後で買えるアウターを特集してほしいというコメントも複数いただいたから、次は若干価格控えめのもので動画を作るつもりだ。ということで今日も、ご視聴ありがとうございました。